大変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 。何何よ。大変なのよ。もう聞いて聞いてよ。ちょっと落ち着いて。ビークワ、うん、落ち着く落ち着く。ビークワイエット。ビークワでお願いします。分かったわ。はい、すいません。どうも矢野です。どうも。お久しぶり。お久しぶり。お久しぶりね。お久しぶりね。ね、ちょっとあんた、ん、最近何やってたの？ねえ、何してたの？ね、何しちゃってたの？あれ、恋煩い。恋煩いしてたの。恋煩い？何それ、何それ。あのね、最近行ったキャンプで素敵なダンシーを見つけたの。ダンシー？そう、ダンシー。まあ、カップルキャンパーなんだけどね。あら、残念だったわね。私が設営終わったくらいに、うんうん、彼が現れて、うん、開口一番に彼がこう言ったのよ。なんて言ったの、なんて言ったの。ここがキャンプ地だね、うん、いやー、あ、もう鳥肌立っちゃう。鳥肌、ちょ、違う、間違えた。サブイボが立っちゃう。サブイボ、ま、やめてよ、茶化さないでよ。ごめんごめん、話戻すわね。うんうんうん。それで、まあ、女子の方もやっぱり、うん、あの、こういうキャンプっていうのが初めてだったのかもしれない、うんうん、だからもうすっごい興奮しちゃってたのかなと思って。あ、初めてだと何やったらいいか分かんなくなっておろろしちゃうもんね。そうなのよ、まったく。女子の方も、うんうん、もう何やっていいか分かんないっていう感じだったから、ね、うんうん、サトシ君、サトシ君、何やればいい、何からやればいいかな、サトシ君っていうもんだから、ダンシーが、うん、まずはタープから張っちゃおうかって女子に言ってて、女子も、うんうん、タープって何、美味しいの、は、食べ物みたいな感じだったからダンシーがまずはタープを広げようって、うんうん、優しく女子に言ってたのよ。あら、紳士ね。あ、これ全然話持ってるわけじゃないの。本当に？もうね、本当持ってるわけじゃないからね。本当に？それでね、ダンシーがタープを広げるから女子に、うんうんうん、真ん中にポールを立ててから組み立ててポールを立てるのねっていうのよ、うんうんうん、でね、女子もさ、ポールっていうのが分かってないから、うんうん、ポールが分かってないんだ。太くて大きい棒。あー、違う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 。やめて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 、ダメ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 。はい、すいません。シンクロしたわね。シンクロじゃないわよ。シンクロじゃないの。いや、一緒に謝っとかないとここはまずいなと思っただけね。ほんとごめんなさい。あ、でね、ポールの組み立てが分からないっていう感じだったから、うん、ダンシーに、うんうん、ダンシーに、サトシ君、これに交差し込むのっていう感じで聞くわけよ、うん、で、うん、ダンシーも女子に、美咲さん、女子に、そうそう、あ、差し込んでなんて美しいことやってるから、もう嫉妬、うんうんうん、嫉妬した。私嫉妬したかんね。もうジェラジェラっちゃうわ。あ、ジェラっちゃってる。いや、待って、美咲っていう名前だったのね。あ、そう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 なの。ここで判明したわね、サトシと美咲の話だったの、うん、そうなのこの話。あ、でね、あの、タープが立ちましたってなって、美咲が、うん、はぁ、これでゆっくりできるわね、できちゃうわねっていうのよ、うんうん、で、ダンシーが、うん、そうだねって言うんだけど、うん、椅子セッティングしたのってダンシーなの。あ、細かいところにも気を使ってくれるのね。そうなのよ。で、うん、サトシが美咲さんに気を使って、うん、気を使って、少し寒くない？美咲さん、何か飲む？コーヒー？紅茶？っていうのよ。素敵ね、彼。多分あれは紅茶かな。紅茶、紅茶だと思うんだけど、うんうん、一生懸命この日のためにバイトして、うん、バイトして稼いだお金で買ったのかなって思うシングルバーナーと、いいわね、OB 缶を取り出して、うんうんうん、女子が水を汲みに行ってる間に、汲みに行ってる間、ささっと準備しちゃうのよ。準備しちゃうの。これがすっごいもう、うん、紳士よね。紳士よね。で、サトシもチラ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 とね、いつ戻ってくるかなってあたり見回してる間に、うん、そのセッティングしてる状況で、うん、状況、女子がね、うん、いない数分でもね、テキパキテキパキとね、準備してるの。いいわね。でね、もう、うん、
本当にもうベロベロしてあげたい、ベロベロしてあげたいんだよ。やだあんたバッチーから。あ、いた。 ごめん怒った、怒っちゃった。怒ってます、ね、怒ってます。あ、話し続けるね。ね話し続けるね。あんたなんでそんな詳しいの。すっごい疑問に思ってたんだけど、なんでそんな詳しいのあんた。あのね、彼が寄ってきたのよ。私の2メートル先まで寄ってきたの。あんたからじゃなくて。そうよ。だからこれってまさかのディスティニー。どこまで話したか忘れちゃったじゃないの。ごめんねごめんね。もう、まあいいわ。でね、要は、彼が女子に最後まで気を抜かないエスコートっぷりっていうのにもうね、トゥクンってしちゃったわけ。トゥクンってしちゃったの。そういうお話。ああ、そうだったんだね。キャンプでもこういったいいお話ってそうそうないじゃない。ないね。もうやれ、滝逃げだ、マナーがっていう感じで、キャンプに対するマイナスなイメージがもう表だって出てくるけど、もうこんなさ、ほんわかするお話ってここ最近ある？ないわよ。あるこれ、確かにないな。だからいかにそのカップルキャンパーの間に入ってやろうかなって思って、ダメ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 。何言ってるの、何言ってんのあんた。やめなさいよそういうの。もうほんとおせっかいだから。なんでよ。だって肉余ったら食べませんとか、薪が余ったからあげますよ。そこまではわかる。彼を貸してくださるとか。そこがダメなの。色々できるじゃない。そこがダメなの本当に。でもね、本当これさっきも言ったけど、本当に話持ってないからね。持ってないのよね。私の2メートル先で起こったニヤニヤが止まらない出来事だったっていうお話だから、あのね、もうぜひね、ほんわかしていただければなと思うのね。まあ多分できないと思うけどね。はい、すいません、謝っちゃった。まあ、あとはもう本当、ダンスィーは備えよ常に。あ、そうね。もう本当ダンスィーが女子を喜ばせようと考えたプランだったかなって思って、そう、ね、多分あの子たちね、高校くらいかなと思うの、高校生だからね。高校生だったら最近涙腺が弱くなっちゃって、もうだからね、もう見てた、もう本当にね、見守ってた、見守ってあげて、本当ずっと見守ってあげて、見守ってあげて。もうこんなご時世だからっていうのもあるかもしんないんだけど、実際やっぱりキャンプやっててっていうのもあるし、まあ人と接する中でやっぱりね、エスコートって大切よねっていうところ、もうほんとそこに限る。う、ね、もうなんかね、キャンプの段取りがね、すっごい良かったから、あ、私も見習わなきゃダメだなってすっごい思ったもん。そうよ本当に。あ、そうだ、何言い忘れてた。何言い忘れたの？あのファミリーキャンプもそうなんだけど、いろんなキャンプのスタイルの中で、スタイル、薪ストーブだったり、薪ストーブ、あとは何、石油ストーブを使ったりっていう、多分この季節だからあるとは思うんだけど、そうね、本当に気をつけてね。気をつけなきゃね。それだけ、もうね、やけどだったり、あ、そうね、あの二酸化炭素で、もうなんか気絶しちゃって、ね、記憶なくしちゃったりとかで、亡くなった人とかっているらしいんで、そうね、本当そこだけは気をつけてほしいなって思うよ。そうよ、みんな気をつけなきゃダメよ。あ、そろそろお時間になってきたので、そろそろね、おしまいにしようかと思います。そうね、でもね、これだけ、これだけは言わせて。これだけ、今回はサトシとミサキのお話だったっていうだけのことなんだけど、もうね、こんなほんわかするお話ってそうそうないからね。ないわよね。ではでは皆様、お疲れーしょーお疲れーしょー、次回も楽しみにねー。